こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです。タイトルの通りなんですが、実は私もコロナに感染しておりました。今日は私が感染した経緯と、それからスイスの隔離の状況、検査環境などについてお伝えしながら、同時に家族がコロナ感染した日本人の友人との状況との違いにですね、かなり驚いたので、それについてお話ししようかなと思います。スイスの状況やルールも日に日に変わっていきますので、念のため今動画を撮っているのが2022年の2月9日です。コロナの症状は本当に人それぞれなので、この動画で話す症状はあくまで私の体験談として聞いていただければなと思います。日本での新型コロナウイルス感染症に関する情報は厚生労働省のホームページをご確認くださいね。コロナに最初に感染したのは実は私の主人なんですが、夫はもう完全にリモートワークで買い物すら行かないので全く外に出ていなかったんですよ。で、感染の前の週末は家族で散歩に出かけたんですけど、森と湖、ほとんど人がいないところだったので、そこで夫だけ感染したっていうのは考えにくく、おそらく子供が学校からもらってきたものだろうなと、そこはほぼ確実だろうなと思ってます。で、ただ子供は完全に無症状だったんですよね。で、風邪症状もなくて、いつ持って帰ってきたのかはもうわからないんですけれども、いずれにしても主人が発症したなら、ずっと子供と一緒にいる私が発症するのはもう時間の問題だろうなと思っていました。で、主人の最初の症状っていうのは倦怠感だったんですね。で、1月の25日にもうスイッチが入ったように、いきなり寝る前に体がだるくなり、で、翌日に熱が出て頭痛があったので、まず家で抗原検査をしたんですね。スイスでは抗原検査キットは薬局に行けば無料でもらえますし、で、家に今も何十個もここにあります。で、今は抗原検査だけではなく PCR も無料でできるので、すぐ家の近くの検査場に行って、で、検査ができます。で、結果は24時間以内にメールと SMS で来るので、とてもスムーズですね。そこで翌日の26日にその家にあった抗原検査を試したんですが、なんと最初は陰性だったんですね。で、ただの風邪かななんて言ってたんですけども、抗原検査の精度は劣ると聞いていたので、もう一回やってみようっていうところで2回目やってみると、2回目で陽性になったんですね。ちなみにその時の写真がこちらです。この2本線が出ているのが主人で、1本が私で、私は陰性でした。で、この後すぐに予約をして PCR 検査を受け、主人は27日に陽性証明書を発行されました。で、この証明書が発行されると5日間は仕事を休まなくてはいけない、外には行けないという証明になるので、それを会社に提出することで有給消化しなくても休めるようになります。そこから私と子供たちは濃厚接触者になり、1月31日まで5日間の隔離が決定しました。主人とは寝室を変えたり、食事の時間をずらしたりしたんですが、同じ家で生活していますし、私の中で子供からの感染っていうのはほぼ確実で、でも私も感染してるだろうなと思っていたので、家中を消毒したりとかはしてなかったんですね。そして主人の感染の翌日から、平熱だよって言われそうな37度の微熱が数日間私は続いて、でも特に倦怠感もなく、3日目ぐらいにちょっと喉が痛いなーっていう程度でした。で、主人が陽性になってからはもう毎日隔離期間が明けるまで、もう PCR、抗原検査と繰り返していたんですが、私はずっと陰性だったんですよね。で、そんなこんなで濃厚接触者としての隔離期間も明けて、子供たちも学校に戻り、2月2日、ついでがあったので、もう一度 PCR 検査を受けたのです。で、自分の中ではそれまでもう5回、症状もあるのに陰性だったので、喉の痛みはあったんですけど、まだ。でも体も元気だろうし、もう陰性だろうなと思ってたんですよ。でもそれがもうそこで陽性が出たんですね。で、PCR でもここまで結果が出ないんだっていうことにまず驚きました。で、最後の検査はたまたま受けたものだったので、もうこれは検査をすり抜けている人が相当いても不思議ではないなと思いましたね。で、陽性になったことでまた隔離になったんですが、2月2日からスイスでは濃厚接触者の隔離義務が撤廃されたために、子供たちはそのまま学校に行き、私はまた家で過ごすことになりました。
喉の痛みのピークの時は最後に陰性だった時で1月31日だったんですね。でもその時は水を飲むのももう痛いくらいすごい辛くて、で喉のここの右側を触ると痛かったので扁桃炎かなぐらいに思ってたんです。で陽性が出た頃にはその痛みももう小さくなっていて、で痛みによる咳も出なくなっていました。で検査ではウイルスの種類は教えてもらえなかったんですけど、症状からするとまあオミクロンだったのかなと思ってます。ただ主人はもう私よりずっと症状がひどくて倦怠感で意識が飛びそうになったこともあるくらいで、人によって症状がこんなに違うんですね。で主人は5日間は倦怠感が残っていたようです。友人にこの感染の報告をすると、同じく隔離中という友人がいたんですが、彼女もまた最初は子供が保育園で濃厚接触者になり、で学級閉鎖になって、で子供が PCR を受けたところ陽性だったっていうことでした。でその友人の子は PCR 検査を受けるまでに3日間で、その結果が来るまでに4日間もかかり、もうその間ずっと隔離状態だったんですが、最後にそこで結果が陽性だったために、友人も濃厚接触者として PCR を受けないと隔離期間がいつまでかもわからない状態だったそうなんです。でも熱がなかったかために濃厚接触者でもすぐに PCR を受けられないと言っていました。で感染者が出ることによる学級閉鎖が日本では相次いでいるようなんですが、少なくとも子どもたちの学校、こちらの学校ではコロナ陽性者が出てもこのアナウンスすらありません。で息子の親友も去年かかったそうなんですけど、お母さんから直接こう連絡をもらって知ったような形でしたし、息子のクラスでなんか男の子が5人ぐらいしか来てなくて、残りが全員熱を出して休んでるみたいな日もあったんですよね。で学校の先生はもう制御しようがないから、症状が出ていたり陽性だったら休んでもらってはいるっていうような感じで、なんかこうコロナが蔓延していることは承知でしたね。感染したと日本の友達に言うとえーって驚かれたんですが、こっちの人に言うと、あもうついにか、買い物何か必要なものあるみたいな感じですね。なんかもうコロナにかかることが普通で、こうコロナ感染を恐れるという印象があまりないんですね。ただ日本の友人たちの話を聞いていると、日本ではコロナにかかるということよりも、かかったことによる周りへの影響とか仕事ができなくなる状況が怖いっていう声が多かったです。また地域によってはまだコロナにかかるのは自己責任だという目で見られるようなところも少なくないようですし、仕事で肩身が狭い思いをしなければいけないという人が多いようですね。スイスと日本でこんなにも周りの反応や陽性者隔離の状況が違うということには驚きました。せめて陽性者や濃厚接触者になってしまった方々が安全に隔離以外のストレスを感じずに過ごせる環境が早く整ってほしいなと願います。隔離中は外に出ていなかったんですが、私はもともと本業が在宅ワークなので、いつもと変わらずに仕事をしたなという印象です。で、まさか自分が隔離された状態で仕事をするということはあまり考えていませんでしたが、それでもコロナ禍になってロックダウンになった時も、濃厚接触者になった時も、感染してしまった時も、いつもと変わらずに家で仕事ができるということは本当に良かったですね。買い物はネットスーパーで届けてもらい、家で食事をしていました。でまたスイスでは濃厚接触者としての隔離中、12歳以下の子供がいれば1日1時間まで子供を外で遊ばせてもいいことになってるんですね。でこれも今回初めて知ったことでした。なので少し外に出ることもできましたし、そこまで大きなストレスにはならなかったですね。ということで今日は私のコロナ感染体験談についてお話ししましたが、お話しした通り感染してから今も体はピンピンしております。で皆さんも感染対策しながらこのコロナ禍を一緒に乗り越えましょうね。普段の YouTube ではスイス移住費用を貯めた在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信しております。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー。